ガスコーニュ。ガスコーニュ、フランス語、ガスコーニュ、ガスコーニュ語、ガスカナは、フランス南西部の歴史的地方名で、フランス革命時に、すでに成立していた州の一つである。現在のオートイコール、ピレネー県やジェール県、ランド県などが該当する。アルマニャックの生産で知られ、その名の由来となったアルマニャック地方は、この、ガスコーニュの中央部一帯を指す。 ピレネー山脈に囲まれ、西は大西洋に面している。ランド県には広大な森林がある。主な川はアドゥール川とガロンヌ川である。現在の行政地域としては、の全域との一部が含まれる。また、その地理的位置から、スペイン北部地域とも関係が深い。地域語は、オック語の一種である、ガスコーニ語である。主な産業は、漁業。 畜産業、醸造業で、近年では観光業も盛んである。フォアグラやワイン、ブランデーの産地であり、特にアルマニャックは有名である。紀元前56年、ガロンヌ川とピレネー山脈、大西洋に囲まれた地域に居住していたバスク号、話す。人々の集落をローマ軍が征服、この地域をアクイタニアと呼んだ。紀元前27年には、 ガロンネ川以北のケルト人集落も含めたローマ帝国の属州ガリア・アクイタニアが成立した。なお、現在ではアクイタニアに由来する地名アキテーヌはガロンネ川北部のアキテーヌに対して使われている。297年、ディオクレティアヌス帝が属州の再分割を行った際、バスク系及びケルト系双方の住民からの要望を受けてガリア・アクイタニアは三分割され、 そのうちの一つが、ノベンポプラニアと呼ばれるようになる。ノベンポプラニアは、バンダル族らゲルマン人の襲撃をたびたび受け、418年には、西ゴート王国、507年には、フランク王国の支配下に入る。6世紀、緩やかな、フランク人の支配のもと、現在のスペイン、ナバラ州にあたる地域から、西ゴート人の支配を避け、バスコンビトが移住してきた。 彼らは現在のバスク人の祖先とされる人々である。バスコン人は政治的空白に乗じて覇権を掌握し、これによってこの地域はバスコニアの名で知られるようになる。このバスコニアという地名がガスコーニュという地名の語源となった。バスコニアの人々はバスク語の影響を強く受けたゾクラ天語で話したが、これは後にこの地域の地方語であるガスコーニュ語の基礎となる。 602年、メロビング町はガロンネ川周辺に辺境伯を置いた。この地で、フランク人、西ゴート人、バスク人の三者が退治し、7世紀中頃まで戦いが散発的に繰り返されることになる。660年、フランク王国の中央からの影響が弱まったのを機に、バスコニア辺境伯フェリックス・ラキテーヌは、事実上独立した権限を手にし、 隣接するアキテーヌ辺境博を兼任する。7世紀後半からフランク王国では救済が強い権力を持つようになるが、以降もバスコニアは中央とは距離を置き、独立した地位を維持しようと試みる。アキテーヌ公を兼任していたウードは、バスコニアの独立性を確固たるものとすべく、フランク王国の文国の一つ、ネウストリアの国王キルペリク二世やその救済の ラガンフリドラと同盟し、フランク王国のもう一つの文国である、アウストラシア救済のカール・マルテルと敵対する。ところが、8世紀初頭、イスラム勢力が、イベリア半島から、バスコニアに進出。719年には、パンプローナが、ムーア人の支配下に置かれ、721年に、ウード自身が、トゥールーズで、ウマヤ朝軍と戦闘することとなった。この、 トゥールーズの戦いでウードは勝利を収めるが、732年のガロンヌ川の戦いでは逆に敗れて、ボルドを奪われる。これに対し、同年、カール・マルテルはトゥール・ポワティエ間の戦いに勝ちし、イスラム勢力のピレネー北への進出を食い止めることに成功した。このカール・マルテルの勝利にもかかわらず、バスコニア辺境白とフランク王国との戦いは、 その後も二世代にわたって続いた。741年、ウードの子、ウノウ、ウナールは、フランク王国の支配に抵抗して、シャルトルを襲撃した。これには、カール・マルテルの子シ小ピピンとその息子カールマンが、反撃し、結果、ウナルドは自ら和平を申し出て、フランク王国の勝利に終わる。さらにその子、ワイフル、ワイファリ、もン度にわたって、シ小ピピンに挑むが、 いずれも破れ、親ピーピン派の部下に殺された。バスコニアとカロリング朝、フランク王国との衝突の例が778年、ロンスボーの戦い、である。イベリア半島遠征のため、シャルル・マーニュは自ら軍を率いて、バスコニアへやってきた。大抵は、拠点としたパンプローナを去る際、この都市が、反乱分子の手に落ちることのないよう破壊を命じたが、 これが原因となって8月15日夜、フランク王国の兵が、ピレネー山中のロンスボウ峠の近くで、ゲリラ攻撃を受け、壊滅的な被害を受けた。この戦いで死んだ、フランク人の中には、シャルル・マーニュの復讐の部下たちも多く含まれたとされ、このエピソードは後に、ローランの歌として語り継がれることになる。9世紀になると、ピレネ山脈の北部は、 フランク王国との関係を強め、これに対して南部は小国に分裂する。この時期、ピレネーイ南ではアステュリアス王国が台頭し、トゥデラ周辺ではバスクムスリムの国家、バヌカ氏、パンプローナにはパンプローナ王国が成立する。戦乱が多かったガスコーニュ地方からは、多くの若者たちが剣で身を立てようとパリを目指した。ガスコーニュは、デュマの小説、 三十四のダルタニャンのモデルとなった人物の出身地でもある。パリ出身の作家で剣豪としても知られたシラノド、ベルジュラックが一時身を置いたガスコン青年隊も、その名の通り、ガスコーニュ出身者が隊員の大半を占め、彼らは勇猛果敢なことでよく知られたという。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。